今のショットなんかも相手を走らせる。もちろん相手がボールに届いているので決してボレーが厳しくいったわけではありません。でもとにかく相手を走らせて自分がうまくネットにつく。それによって相手がプレッシャーを感じ取るということを覚えておいてください。もう一度いきましょう。今もあの体勢からはクロスへのパスがないということで僕の中では判断しました。もちろんストレート、素晴らしいショットです。もう自分がいいショットを打ったと思ってパッシングショットを抜かれた場合にはそれはもう相手のナイスショットです。ただその中で自分の経験として大切なものを少しずつ少しずつデータとして入れるようにしてください。今のはどちらにでも打てる格好をできる限り僕は心がけました。ストレートでもクロスでも打てるように入った状態から自分の中で今はクロスに選択をした。きっと相手にとってはスタートが遅れたのでもしかしたらストレートに、いやもしかしたらクロスにという迷いの中で入ってきたと思うので今のような準備の遅れが出た。